私はお腹を空かせたフレンチブルドッグブリーダー。今日は麺どころ坂田でもかなり有名なラーメン屋さんに行ってきた。はい、こちらの映像は帰りに撮った道順でございます。来る時に撮った映像は全て消えておりました。右手に見えますのがそのラーメン屋さんの行列。今日は待っている間、雨も降られてみんな大変そうでした。日傘または傘が必須の状況です。道順としてはドラッグストアを目印に曲がっていくとちょうどラーメン屋さんに入れそう。こちらは天下の国道112号線。こちらはうちの繁殖犬福ちゃんです。コーヒーのペットボトルを愛おしくペロペロする感じがとても愛おしい。ドロドロによって一生瓶を離さないおっさんにも似ている。こちらのフレンチブルドッグの子犬が生まれたら動画で紹介するのでチャンネル登録お願いします。今日はラーメン屋さんの本体、建物から150メートルほど離れた第2駐車場に車を止めてひたすら歩きます。駐車場を使用の際はルールを守って止めましょう。ここからは小躍りをしながらお店に向かいます。向かった時刻は10時58分。11時から開店なので待たずに行けるか。いや、すでに行列ありでござる。お店の中はソーシャルディスタンスが半端ない感じ。期間限定なのかタイの出汁麺キャンペーンというものもやっていた。今日のオーダーはいいとこ取りラーメン900円、チャーシューに卵、ネギにワンタン、ツルツルやで。そしてチャーシューの下にはメンマが隠れております。マスクを外して、はい、いただきます。見てこの透き通ったスープ、すごくあっさりのようなイメージはあるんだけれども、こってり好きであまりあっさりを最近求めていないこのフレブル社長でも満足いくしっかりしたお味、美味しいんです。結構しっかりしたお味です。すっきりした飲み口でしっかりしたお味というのが、これがまあ今思い浮かぶ最高の表現です。今日は細麺をオーダー、細麺と太麺が選べます。デリシャース。ネギを絡めの、麺を絡めの、はい、覚醒。これ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 がメインと言っても過言ではない一品、ツルッツルでござる。やはり最近人気のさらしなこちらのお店、ラーメン全体的にまとまっていてすごく美味しい。ただ本日は40分待ちました。お次はこいつを攻めてみる。この煮卵うまかった。はい、口に入れたらこれ麺、そしたら麺も食いたくなるでしょうってことで、おって麺を口にずろり。はい、覚醒。大変満足いきました。ごちそうさまでした。グッテイス。